エビリンチャンネル。じゃあ次の分類です、うん、ちょっと惜しい、重すぎず使いやすいけど高級クリームとしてはちょっと足りないっていうシリーズなんですけど、うん、偉そうだね。偉そう、そうそうそう、自分で言ってたよ。はい、残念賞1つ目、じゃん、コスメデコルテ永久メイオリティインテシブデイクリームです。 50ml で 14,300円です。いや、もはや 14,300円を安く感じるというメンタル。軽やかにとろけ、しなやかに収まる極上タッチ、華やかさと甘さの中にもみずみずしさを感じるグリーンフローラルウッディの香りっていうふうに書いてあります。水管の匂いがするんだよね。またもや、もしくはね、20代前半ぐらいのホストの香り。こういう匂いの香水が流行ってるのかな。ごめん、私あのホストクラブ行かないから単なるイメージ。ちょっと言ってることは分かりますね。分かっちゃうかーいってですね。こちらはアクリル酸 NA アクリロイルジメチルタウリン NA ココリマをメインとして、その他イソヘキサデカン、ポリソルベート80、オレイン酸ソルビタンとの混合原料っていうのがあるんですけど、これをベースにした OW 乳化です。クスチャーにはなんか厚み感があるんですけど、軽いオイルとかも使用しているので、あと残り感はさっぱりとなるように設計しているように見えます。やっぱりこれはね、20代前半のホスト君にいいんだよ。さっぱりしてるの、だから皮脂が多い若い人に好かれるかもしれん。ただ高級クリームを使う年齢層って多分マダムがメインじゃない。マダムからするともしかしたら軽いかもねっていう感じ。いかがでございましょうか。そうですね、あのもったりしてるんですけど、後になるとこうささっと消えていくっていう、ちょっと年齢層がさほど上向けじゃないのでしょうか。もしかしたらホスト君を意識してるんじゃない。そんな感じじゃない。デザインそれ器もすごいんですよ、ね、じゃん、ディオールプレステージラクレームかっこクリーム、 15ml で 14,500円、 50ml で 47,000円です。これは何 50ml。 やっちまったな。濃密さと滑らかさを兼ね備えるテクスチャー、香り、高級感のあるバラの香りだそうです。まあ、そもそも論で言うと確かに4万円っぽそうな容器ね、うん、ディオールって全部そうなんだけど、クリームに到達するまでに開けるものが多いのね。もうなくなっちゃったけど、この中に最初さ、あのアルミのこうホイールみたいなのもあって、なんかなかなか到達させてくれないって感じね。匂いはね、ちょっと私たちには辛いんだけど、いい感じの表現をすると青臭いバナナの匂い、いい感じなの。ちょっとポジティブな表現ね、うん、だけどカレーを受け入れられない中年女性の匂い言ってて自分たちこうグッとくるものあるんだけど、どうです。これね、ほんと一番好きなんですよ。だからやっぱりカレーを受け入れられない中年女性、結構好きな匂いなのよ。これはほんとにずっと嗅いで、実は私も嫌いじゃないのよ。なるほど。この狭間にいる女性をなんかすごい呼び寄せるやつかもしれない。中年になってない若い方どうです。うん、あんまり好まない。あ、そう、中年女性を引き寄せるフェロモンみたいなのが配合されてるはず、これ。ただテクスチャーは中年女性をターゲットにしてるはず、かっこ勝手な私の解釈なんだけど、にしては割と軽いんだよね。だからまあそういう意味でちょっと軽いかなっていうふうに思ったりはします。なのでちょっと惜しいなんですね、うん、じゃあレイさんお願いします。そうですね、これもエモリエント剤のメインはシアシー。シアシー多いですね、うん、なんかシアバターって結構まあちょい高級めな油脂イメージがあるから、ね、割とデパコス系では使われてる気がする。アルガンオイルは高すぎるけどシアバターあたりみたいな感じな気が私はしているんですけど、どうでしょうか。で、固形の成あの油性成分も多いので、ちょっとこっくりしたような仕上がりを狙っているように見えるんですよね。で、乳化剤は、まあ、あんまり日本では使われていないタイプを使用していますね。で、ちょっとなんかラメラ構造というか
お両層も形成するようなことができる乳化剤を使っていて、ちょっとラメラーになってるかわからないんですけど、ちょっとじっくり肌に有効成分を届けるような作りを狙っているように見えます。これも OW ですね。やっぱさっぱりしてますもんね。キー成分としてはディオールのガーデンですね、専用のガーデンで有機栽培されたグランビルローズネクターっていうのが、まあ、研究開発20年みたいなことらしいんですけど、それがメインとなって、ディオールのガーデンが偉いのかどうかっていうね、群馬のガーデンじゃダメなのかと聞きたい。世界に7カ所あるみたいで、こちらはフランスのガーデンです、ね、そんなこと言ったらザワンは世界に1カ所しかないよみたいなまあちょっとそういうところがすごそうなんだけど、本当にすごいのかちょっとわからないところなのよねデパコスのね。オフランスって聞いたらね、フランスオフランスかってなるわけですよ。みんな青臭いバナナの青くなっちゃいました、まあ、どこから来てるんだろう、うん、バナナ感。じゃあ次、じゃん、イブサンローランフィワショットリッチクリーム 50ml で 14,300 円、これリフィルがあるそうで、それが 12,650 円です。肌に溶け込むような滑らかテクスチャー、香りオレンジブロッサムの優しい香り、程よく甘い香りだそうです。あー思い出した、これあのね、安っぽいブドウのグミの匂いがするの。コンビニとかでさ、あのこう連なってるやつあるじゃん、スーパーとかでも。なんか一袋じゃなくてここにこうあのこうやってこうやって切って切ってやるような、あの駄菓子屋とかスーパーでもいいけど、オレンジはどこにも来ない。どうです、ブドウグミの匂いじゃないですか。そうですね、ブドウのそうですね、ノーコメント。ではレイさんお願いします。これは重ための油剤が多くで、一般的な乳化剤ですねが複数入っていて、普通っぽいのかなと思ったら、ちょっとオイルベースに使うような乳化剤が入っていたり、ちょっとテクスチャーはそんなになんか感じなかったんですけど、もしかしたら複雑な乳化処方なのかもしれないです。あとなんかこれですね、使ってるうちにね、粘んのよ。変わってますね。なんていうの、ちょっとなんか粘り感が出てくる。なんかその粘り感を好きと、あ、見て見て、ちゃんとこういうことをする。私はもうこうだからね、うん、どんどんこうだからね、もう何万でもこうだから。ニヤニヤしないでもらっていいですか。なんかね、塗ってるうちになんかちょっと、そうですね、でまあ時間が経つと結構でも粘りを超えてくると、まあサラッとしてくるんですよね。だからまあやっぱりこうあんまり重いのが好きじゃない人はいいのかもしれないけど、高級クリームのなんかすごくこってりした感じ、重厚感が欲しい人には物足りないかもなと思いましたね。これもシアシが入っていますね。シアバター好きだな、うん、じゃん、カネボーフレッシュデイクリーム、これ 40ml で6000円です。意外と安いね。安く感じるでしょ、6000円高いからねだからこうなってくるとなぜか安く感じてしまうという不思議さ、バグってますね、うん、はい、こちら田中みな実さんも愛用していることで有名になったそうです。なんかでもこの前アットコスメに行ったんですよ。そしたらそのアットコスメランキングで1位とかその近くにいた。だから多分まあアットコスメでも売れてるっていうことで人気なんでしょうね。肌にみずみずしい潤いとしなやかなハリを与える。で香りはモーニングガーデンの香りだそうです。お葬式でさ、お焼香に行くじゃない、その祭壇っていうの、あの匂いこちら来てよ。どうです、すごい手を合わせたくなる香り。白い百合を中心とした生きた花々みたいな、花屋さんみたいなポジティブ匂いすごいいい香りネガティブ VS ポジティブみたいな。もう一回嗅いでみよう。祭壇のお花のこう、多分そうですよね。そうですよね、成仏してください。でもこれもね、テクスチャーが軽め、若い人だったら好きかもな。もちろん高級クリームなんだけど、この中で言うとお安めな方だから、うん、そういう意味ではクリーム好きな方で若めな方には人気なのかもしれない。20代から30代ぐらいの方ですかね。ですごい美意識が高い方とかは好きな感じなのかもしれないですね。しかも SPF が15入ってて、うん、PA が3プラス入ってるって。それでも日焼け止めは塗れよ。6種類ぐらい紫外線吸収剤が入ってますね、うん、
てあんまりね使わない乳化剤、分岐脂肪酸 C1231 コレステリルっていうのを使ってるんですけど、これラメラ液晶構造とかにするあの乳化剤なんですよね。ちょっとラメラかどうかわからないんですけれども、ちょっと独特 の、 あの使いやすいテクスチャー、朝使いやすい。ラメラ構造ってなんやねんと思った方はエリリンの本に書いてあります。ここ、これがラメラ構造なので皆さん読んでくださいね。セラミドとかが関わってくる分野になります。 PR でした、ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います、うん、次はですね、分類的に軽すぎる点点点、みずみずしくて使いやすいけど高級感がないって書いてある、ひどいなの分類です。2つあります、はい、まず1つ目、キールズクリームウルトラフェイスクリーム、これは 27g なのかな、2750円で、 49g だと4400円、 123g だと7920円だそうです。もうもはやプチプラにしか感じないおかしいね、感覚バグってきちゃった、うん、バグってきてる、はい。でスーッと肌で馴染む使用感で、季節を問わず様々な肌タイプの方に使用可能だそうです。香りほとんど無臭に近い、見てこの違いねでも本当にこれは匂いもそんな何も特に特徴はない感じなので、匂いが嫌いな人にはすごくいいと思う。ただ高級クリーム縛りっていうのだと結構さっぱりしてるから、こってり感が逆に嫌いな人にはいいのかなと思います。レイさんの見解をお願いします。そうですね、これもラメラ液晶が形成されるようなあの原料が入っているんですよね。ですごく軽めのオイルが多いですね、うん、なんで軽いテクスチャーなんですけど、もしかするとラメラっぽい皮膜を残してしっかりと水分蒸散を抑えるようなあのクリームなのかもしれないです。で特徴としてはあの結構こうスペックが高いというか、機能性成分が多くて、アクアスピードってい う、 こうすぐにシワ、もう数時間ぐらいでシワがこう目立たなくなるようなものとか、それ入れましょうか。そうそう、ちょっとね、そうなんですよ、うん、パクリアイデア、植物複合成分なんですけど、うん、あとアイペプタイドって言われるこう睡眠不足とかでこう目周りがもたついたりっていうのをケアするような成分が入っていたり、ペファクティブっていうミトコンドリアを保護して血色を良くする、皮膚のターンオーバーを促進するみたいな、なんかいろんなこう機能性成分があのたくさん入っていて、ちょっと保湿のクリームなのかなと思ったんですけど、うん、ちょっと内容が充実したような、こうね、ちょっとデパコスのこの高級ラインから比べるとちょっと容器とかも、まあ、残念ながらしょぼい感じなんだけど、まあ、中身にちゃんとこだわってるのかなっていうような感じですよね。派手さはないけどいいんじゃないのかなと思います。じゃん、エスティローダーシュープリームプラスブライトクリーム 50ml で 14,300 円です、うん、戻ってきた価格が、なんかこれを普通と思うようになってしまった私たちは何か壊れたのではないでしょうか。一線超えてしまいました、はい、これなんかテクスチャーはそんなに書いてなかったんですけど、うん、ハリのなさなどエイジングサインにマルチに働きかけ、ブライトニングも機能も携わったクリームだそうです、うん、で香りはシトラスフローラルな香り、これはねブルガリアとかじゃなくて4個パックとかになってる子供用のグリコとかにあるヨーグルト、甘い味のついたヨーグルトの匂い、うん、おぉヨーグルトでしょ、わかる、かわいい匂いがする、かわいらしい、まあ、テクスチャーはいやすごいみずみずしくってね使いやすいんですよ。だけどなんかすごい高級感っていうとちょっと違うのかなっていう感じなので、14,000円とかで高級クリームを買う人はもしかしたらもっと重いものを好きなのかもしれない。でも私はこれぐらいのはあの好きだけどね、使いやすくって。そうですね、軽いオイルが多いですね。でこれもやっぱりちょっと軽すぎを抑えるためにこうシア式をまた入れて、シア式多いですね、あと残り感をちょっと調整してある程度重さを出そうとしてるのかなという感じですね。これも水ベース OW 乳化のものです。はい、じゃあ次です。次はですね、後ろのねゾーンになってくるんですけど、まあ、先生がちょっと重すぎるなって判断した種類なんですよ、うん、
で、なんと残り8種類あるんですよ。でも先生がランキングを3、2、1で作ってくれたので、うん、残りは番外編としていきたいと思います。はい。で、まず3位から。うん。じゃん。シャネル、ル・リフトクリーム・ドゥ・ニュイ。50ml で18,700円です。日中外的ストレスを受けた肌を滑らかに整え、すっきりと引き締めるナイトクリームだそうです。で、香り、ふんわりと包み込まれるような匂い。これはね、銀座から有楽町の地下道を歩いていくときに毛皮を着ているマダムがまとってる匂い。すれ違いざまにふわっ、まあ、一応テクスチャー重い順だと3位らしいです。うん、なんかね、もうテクスチャーが硬いのよ、これすごいの。これ当然こう塗った時の感じも結構こう厚みを感じるね。だからこうマダムを守ってる感じ。レイさんいかがでしょうか。そうですね、これスキナークっていう、あのいろんな種類のコラーゲンを作り出すペプチドを配合していたりとか、シーグローっていう複合成分、硫酸化多糖という希少成分が加齢に伴い低下する皮膚の血管新生機能にアプローチ、血色の良い若々しい肌へと導くとか、あの機能もすごいあのしっかりしていて、でやっぱり重たい油の成分が複数種類入っていますね。なのでまあ当然重たいと思うんですけれども、しっかりリッチなクリームでいい香りですけどねまあ、高級感があるってことですかね。そうですね、うん、確かに高級感はある。毛皮の中から出てくる匂いですね、うん、じゃあ次行きたいと思います。じゃん。重すぎる第2位、クリームデュラメール 250ml で145,200円です。まあ、これ 250ml じゃないけどね。 15ml で12,100円。これもね、うん、さすがにちょっとあの14万は高すぎたから同じものでちっこいのにしました。節約。でもそれで12,000円。これさ、あのさ、私の中ではちっちゃい頃駄菓子屋であったさ、なんかヨーグルトっていうやつでさ、こういうなかった？あった。あったよね。なんかちっちゃいアイスクリームスプーンみたいなんで、なんかすくってこうやって食べるやつ、同じサイズ。今日なんでその駄菓子パターンが多いのねずっと。この香りが昭和を思い起こさせるのよ、私にとってはだから子供の頃の思い出が出てきてしまうのかもしれない。一応あのドゥラメールの真髄、ミラクルブロッスとライムティーを配合していて、うん、香りは爽やかなハーバルの香りだそうです。今どのおじさんってこういうの爽やかって塗った時のこの重さ感が、もうこの3位のシャネルからこの2位のここ、すっごいグランドキャニオンある。なるほど。もうザーって感じ。すごいよこれ。すごいんだ。ニベアと似てるっていう説はすごいあるじゃないですか。でもニベアはここまでは重くない。テクスチャーはそんな感じなんですね。そうですね。つけ方もあのそのままだとやっぱりちょっと見にくいので、手で温めて、で、温めて、そう、ハンドプレスしろっていうね、ハンドプレスしてっていう扱い方ですね。でもこれ完全に鉱物油主体のベースの乳化剤はラノリンアルコールっていうもので、もちろんオイルベースの WO 乳化ですね。今までと逆ですね。でこちらもエピソードが有名ですけれども、航空宇宙物理学者さんが実験中のやけどを治すために12年間の歳月の中で6000回実験を繰り返してたどり着いたミラクルブロスという成分がキーム。有名なんですかそれ。有名ですね。でも初めて聞いた。そのストーリーがよくわからないよね。なんか航空あの宇宙物理学者がなぜ化粧品にみたいな謎はありますが、うん、ミラクルブロスっていうのもやっぱり本当にミラクルで、その処方というのはすごく限られた人にしか明かされていなくて、ジャイアントシーケルプっていう海藻ですねの天然原料に音とか光とかエネルギーを与えながら低温低圧で4ヶ月間バイオ発酵させた成分。なんかもうスピリチュアルな世界になってない？ね、これに音を聞かせましょうみたいな、もう対響。お酒作りとかお味噌とかになんか音響発酵とかありますよね。エネルギー分野とかに詳しい方ならではの発想なんですかね。すごいやつだったんだ。ここがもう持ってかれてる
そんなドゥラメールでした。はい。じゃん。重すぎる第1位、ヘレナ・ルビンスタインリプラスティ RC クリーム、これ 14.8g なんですけど、これで 16,500 円です、うん、で 100g で 83,000 円。もう分かんない。びっくりしなくなってきちゃいましたね、うん、もう分かんないんだよね。でもそれよりも何よりも何よりもびっくりするのはこのテクスチャーよ。何これっていうね、個体的なもうパンチありますよね。パンチがあるこの重さ感。塗るじゃない、うん、皮膚にね1ミリぐらいの層が新しくできんのこれ。重くて巻かっちゃうんだ。巻くというかもうすごいんだなこれね。一応ですね、あのシカソリューションが肌を心地よく包み、エイジングケアを考えた成分プロキシレンが肌の働きをサポート。香りはねすっきりしたロータスなどフローラルの香りらしいですよ。これはねなんか土地持ちのおばあちゃんがパーマを当てた後の匂い。なんで頭つないより多いですね。納得してるよこれはもうテクスチャーもそうですし香りもインパクトがありますね、うん、どういう発想からここにたどり着いたのかがもうわからないけど、でもここまで来るってことはターゲット層は確実に土地持ちの80代とかなんじゃないのこれ、うん、これ 100g 買ったら相当なんか持ちそうな。まず朝のスキンケアは無理だし、夜のスキンケアで使ったら枕がもう大変なことになると思うこれっていう超特能だから、土地持ちの枕は毎日洗えるようなおばあちゃまが使うかな。これなんか黒の包帯とかバンテージクリームとかって言われて、うん、割とパキッとこうさせるので朝とかいいんだと思うんですけれども、でね朝じゃないって思うのがオキシエンカビスマスっていうちょっと光沢を持つパール顔料が入っているんですよね。これちょっとお肌のキメをちょっとあのソフトフォーカスさせるようなメイクとかに使うものだと思うんですけれども、これあんまり夜必要ないのかなとは思うんですけど、クリーム の質感がすごく特殊なんですけど、シリコンオイルベースの乳化ですね。シリコンオイルベースではよく使われる乳化剤にはなるんですけども、これを朝に使ってメイクを重ねる、いきなりベースメイク塗った瞬間からより始める気がしますねこれねそんな重たすぎるテクスチャーナンバーワン、それでした。まあ、こっからはちょっと残りを紹介していきたいと思うんですけど、はい、一つ衝撃的なのがあるので、うん、お楽しみにしてください、はい。